1曲目。はい、キャノンボール。皆さんこんにちは。5月30日土曜日、時刻は12時を回る1時間前。山田美奈ワンダフルワールド、担当は山田美奈チャーリー U で、この後1時間生放送でお送りします。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じっと見つめていると赤や黄色、緑などいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するよりその方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉もそんな風に直接的じゃなくても深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM 二来からお届けしています山田美奈のワンダフルワールド。この番組へのお便りは fm79@fm-nirai.jp FM 二来のホームページからリクエストを検索し、山田美奈または腕立て伏せなら負けないわ山田あら、ちょっと今日声が調子悪いんじゃないですか。お便りください。はい、いつでも買ってこい。それでは番組の最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えるということは仕事というよりも生きることをすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田美奈ワンダフルワールド。ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時55分まで生放送でお楽しみください。それでは本日の南津セレクションはこの曲です。リトルミックスでキャノンボール。この歌ですか？何分だろう、書いてますか？そこに歌のとこに見れないか。3分。じゃあ森尾さんちょっと読んできますよ。はい、
どうもお邪魔します。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。初めましてですよね。いや、そんなことないですよ。あれ初対面ではないです。ではないです。残念です。あれ残念です。あ、ここに行きましたね。ここに行きましたね。はい、こっちで南さん座った方がいいです。座ると、あれ影になっちゃう。違う、座った方がいいですね。あ、それか 79FM 未来の方がいいかもですか。こっちが、イエイ、イエイ。なんだかそんな年じゃないですけどね。イエイの年じゃないんですか。全然でしょ。はい、お願いします。いただきます。入ってます、後ろ。入ってますよ。いただきます。3年ですけど。いただきます、アイポーズ。OK、 ありがとうございます。3度この正直で動いて覚えてきました。昨日買ったんでね、情報フォンで OK って書いてあるので大丈夫だと思うんですけど。何ですかこれは。はい、あとチャーリーさんと6万いただきました。鬼まんじゅう、鬼まんじゅう、おっ、ごらんしてよ。若菜さんに見えるんですか。来ますよ、名古屋観光ブランド。お好きな方を。おー、あんまりね、それっぽいものがないの。おー、もうネタ切れなんですよ。いや、おー、あ、行こうかな、こうちゃん。あ、水色すごい、おしゃれ。油断してると、放送始まっちゃう。あ、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また後ほど。はい、ありがとうございます。あー、どっち行こうかな。うわじゃあこれはみんなで最初、鬼まんじゅうって名古屋名物。ね、なんか懐かしい味ですよ、天下。あ、そうなんですか。うん、とっても懐かしい味です。カラオケハウス止まらない。え、カラオケハウス止まらない。なんて言ってるか聞こえない。オープン。あ、カラオケハウストマト。カラオケハウスさん、沖縄県北谷町からこんにちは。はい、こんにちは。今日は愛知県から森蔵さんが、はい、そうですね。いいですね。なんか嬉しい、愛知県から。はい、なんか愛知県っていうと、はい、なんか名古屋と別みたいに感じますね。うん、僕まだ行っ
ったこと、通ったことあるんですけど、はい、そこで滞在とか、観光とかはないですか？名古屋ですか？名古屋。あら、あります？あります。結構ありますね。あ、そうですか。はい、名古屋はそうですね、うんうん、もう食べ物が美味しいですよね。あ、そうですか。はい、中日ドラゴンズのキャンプ地になっているじゃないですか。あ、はい、おお、はい、それで初めて、何年前かな、3年ぐらい前にドラゴでしたか。ドアラ？ドアラ。ドラコって誰？ドアラ。ドアラ。はい。もう来てましたよ、ここに。おお。あ、こっちにですか？ああ、なんか行ってましたね。え、ドアラかな？ドアラでした、ドアラ。おお。結構ゆるキャラ来ますよね。来ますね。この辺。茶谷町ってゆるキャラいるんですか？なんでしょう。うん。あ、僕作っていい？あ、どうぞどうぞ。チャラチャラ。チャラチャラ？チャラチャラ。じゃあ、チャラを？チャラ男とチャラ子みたいなの作ったらいいんじゃないですか。これ僕の職場にですね、はい、とっても真面目な方がいて、うんうん、もう本当にスパッ、先生、先生が、はい、サパサパ、うん、スポッ、スポッ、新しくなった先生たちに、うん、まあ、講話もするぐらいのスパッとした先生が、はい、おお、はい、コロナ飲むと、うん、もうね、人が変わったように、うん、なるといういい人がいるんですよ。はい、本当に、うん、みんなね、この先生の酔った姿見たくない、見たくない僕まだ見たことないので、お、見たくない、はい、もう想像を絶する。あ、結構、じゃあもう結構ハイテンション。ああ、いいじゃないですか。いろんな意味のハイテンション。おもうそのギャップがね、そういいんじゃないですか。見たくないっていうのはそれだけ、うん、もう普通は、うん、もうなんかね、ギリしくて、うん、仕事もバリバリして、うん、っていうそのギャップがあるため、はい、まあ、それが魅力かもしれないですけど、うん、そうですね、ギャップっていう、そういう話をしたなんですよ。はい、それで、まあ、その職場の中で、はい、一番誰がチャラ男かなみたいな、うん、のの話なんです。はい、まあ、誰ですか、この先生、あの先生みたいな話もいろいろ出て、うん、僕3番目に出ました。チャラい先生ですか。へえ、なんででしょうね。あ、チャラ男ってですか。のその過去の出来事を、へえ、チャラチャラした生き方を、へえ、チャラチャラしてたんですか。してましたよ。うーん、そうなんですか。そう、なんかこれチャラかったなみたいなのあります。たくさんありますね。おお、じゃあ聞かない。めっちゃたくさんありますね。ああ、そうなんですね。うん、なんかでも悪ガキっぽいですもんね。まあ、うん、あの真剣にチャラってますから。真面目に。うん。でね、これを聞いた時にこの人って、うん、表現ではないけど、うん、似てる時と違う時、うん、その高低差。はい。があるっていう話をしてて、うん、それでそういえば、うん、あの世に出ている、うん、これから時期になると出てくるやつで、うん、みんなから嫌われてるやつ、うん、まあいますね。いますよね。はい、ね、うん、まあ、上がカタカナでゴ、うん、下がギみたいな、はい、いますよね、うん、このお方ですね、うん、普通の知能指数って大変低いらしいんですよ。なんか脳みそがない？うん、そう。うん、ない。はい。でもこの方々ですよ。うん、人類以前の3000年前からこう生息してるらしくて、うん、その都度の異変も乗り越えてここまでやってきてるらしいんですよ。うん。すごくないですか？生命力すごいですね。すごいです。うん。冷静に言われても困るんですけど。ああ。すごいですよね。うん、すごい。その凄さの秘密が、はい、ね、ある人の情報で分かったんですよ。うんうん、何ですか。一回こう出てきたら、うん、パチッってやるじゃないですか。うん、なかなかパチッって一回で仕留めきれないでしょ。はい、僕一応、うん、あのゴキブリ仕留める王子って言われてるんですけど、うん、上手なんですよ。本当にどうやって仕留めるんですか。もうね、あれためらったらダメですよ。うーん、みんなこの
パチって叩いたら、うん、ちょっと潰れちゃうぞみたいな。下汚れるからって。そうですね。しかも素手で。待って。ああ、素手はないか。よかった。の、まあそれは全部は言わずまい。おじいおばあとかは、ああそうだね。うん、とか言ってやりますからね。やりますけどね。うん、まあではない。新聞とか、うん、その他目の前にあるものでいろいろ。うん。あれやるときに、はい、本当にためらったらダメなんですよ。もうバン。いやだな。バン。でもう一つは輪ゴム。輪ゴム？輪ゴム。あのね。こう早くやるとその風圧を肌で敏感に感じて先にシュッと行くらしいです。スッというスピード。はい、でそれを感じさせる瞬間技。うん、何を語ってるんだか、うん。バシっていうのと、うん、っていうことはこう手と一体感になってるものがいいですね。ペロンってやるのはダメね。うん、バシってやつ。でバーンってやるのとあと輪ゴムを2つ重ねて、はい、それで狙い撃ち。打てるんですか？打てます。もうプシンって。ところがこれ外したらもうダメなんですよ。うん、ね、みんな少しそこで力を抜いて、うん、そのさじ加減で、あみたいなやるから、まあみたいな。大変ですね。でしょ？はい。そこですよ。はい、問題は。あ、また続くんですか？続きますよ。もうこれ仕留めたで OK じゃないですか？違う。これは処分するでいいじゃないですか？アイムの場合でしょ？アイムの場合、マイの場合でしょ。はい。まあ僕はできるけど、うん、一般そこまでできないでしょ。うん。その時にね、ゴキブリ一回走って外れた時に、うん、知能指数が仮にですよ、うん、2ぐらいの知能指数だとしましょうね。うん。それが320ぐらいまでパーッと上がるらしいんですよ。パシンってされた瞬間に。瞬間、脳が活性化して、うん、それから細胞が活性化して、わーってもういろいろ考える、逃げるパターンとか、うん、その場を。すごくないですか。すごいですね。でしょ、うん、恐ろしい。だからどこにそんな知能があるんですか、ね、そう、瞬だから生き抜いてきたみたいですね。あ、昔から。なるほど。近くのいろんな季節の変動だったりなんで、あ、学ばないといけないですよ。うん、ピンチの時に強いやつは、うん、あのゴーよし、ゴキ君ですよ。ピンチの時に人間はそっか、同じようになりますもんね。うん、うん、300倍に知能指数が上がるんですよ。うん、300倍って想像できないです。どういう、どれくらいなの。もう超ですよ、超。まあ、生まれたてなくちゃもんやーぐらいから、うん、もうなんかあのスティーブ・ジョブズみたいな感じでパッてのは、その一瞬にしてわにゃーって言ってたのが、うん、すぐ喋るんですよ。うん、うわーみたいな。え、赤ちゃんが。赤ちゃんが。それも立ってダッシュもできるみたいな。はあ、それぐらいの変化なんだ。例えが面白い。いやいやいや、すごいでしょ。すごいですね。ね、でも今まで見る目変わったんじゃないですか。ゴキブリを私は、あ、あ、ああ、しかももうそのまま言っちゃってますからね。それと見ました。見た目変わりません。いや、自分で仕留めようとは思わないですね。もう今はいろいろスプレーとかあるじゃないですか。ああ、便利なもありますね。うん、僕はあれダメですね。へ、匂いがダメですね。あ、いろんな種類ありますよ。でも、うん、匂いがアウトですね。もう正々堂々と勝負ですね。うん、本当に私は無理です。無理、はい、でもなんか不思議なのは、うん、まあ、一番打ちやすいのは、うん、やっぱりこのハエたたきみたいなやつなんですよ、うん、なんかで、あれいつもここって置いてるのにないんですよ、うんうん。うん、あれってどこ行ったって言ってる間にあいつまたどこに移動してて、あ、なんだろう、目がついてるんですかね。なんでしょうね、感覚ですよね。うん、あ、すごい。よくほら噂で1匹いたら30匹いるっていう、うん、ちっちゃいのがいたらもう大きいのもいるよみたいな。いるよみたいな、うん、あれなんか確かめたいですね。あ、いや、ね、私はいいです。はい、まあ、中国行った時食用のそれもいやありました。考えられない。まあ人間いざとなればですよね、はい、でも海外からしたら、うん、こうなんか私たちがイクラとか食べるじゃないですか。あ、はいはい、イクラとか小魚とか、うんうん、そういうの考えられないらしいですよ。へ、まあ、あの海外でも人によると思うんですけど。あ、そうですね。なんか大
きい魚も、うん、ちっちゃい魚も、うん、一つの命って考えるところとからしたら、うん、こう小魚なんて一気に、うん、もう何百とかっていうのを、うん、食べちゃうわけじゃないですか、うん、何百っていう命を一気に取ってしまうっていう、うん、この感覚が考えられないみたいな、うん、すごい価値観の違いってびっくりしません？しますね、うん、イクラとかもあの卵を、うん、なんであんな命を何百個も食べるんだみたいな。でも食べるでしょ。食べますね。おい、昨日シラス食べましたけどね。っていう、ああそれこそまさにシラスうまいですよね。シラス美味しいですね。シラスうまかったな。うん、多分昨日食べた昨日給食でシラスの、うん、はい、あの自家製何佃煮が出たんですよ、うん、今まで食べたシラスの中で、うん、もう天下一品でしたね。わあ美味しそう。私最近たい焼き食べました。で、友達のネイルサロンにネイルに行ったんですよ。で、まあ、行くからなんか差し入れ持っていこうと思って、近くに龍坊があるので。あるあるある、はい、ある龍坊の、あの私の友達は団子が好きって言うんですよ。あ、だから団子も、団子はよく食べるって言ってたから何にしようと思って、ここでたまたま一口サイズのたい焼きが期間限定で売ってたんですよ。だから、あ、じゃあそれ買っていこうと思って、でそれ30個ぐらい買って持ってったんですよ。で、今日はたい焼きだよとか言ったら、友達がとか言ってびっくりして、私もたい焼き買ってきたって言って、あのお店は違うんですけど、龍坊ありますよね、うん、ね、ずっと、はい、たい焼きのあるお店の、まあ、友達は抹茶味とクリーム味買ってて、あるある私は一口サイズのやつ、なんかチョコ味とかあんことか、え、一口クリームチーズとか、ちっちゃいんですか？本当にちっちゃいやつです。ほうほう、やつを買ったんですけど、僕これのね、たい焼き尽くしだねって言って、これの、はい、あの裏話していいですか？たい焼きの、たい焼きウロボロス、うん、ですね、あれは5月の2週目の、うん、多分月曜日だったと思いますよ、うん、2週目ある研修があって、うん、那覇市役所に、はい、そこから、お、あそこはネイルのお店だと思って、うん、お、まあ、ついでだから、うん、ちょっとなんか差し入れしようと思って、うん、たい焼きを買いに行ったんですよ、うん、そしたらそこで知り合いにばったり出会ってしまう、うん、で一緒にたい焼きをこうガーって大量買いして、あ、こんなに買っていいのって言ったら、いや向こうにあのちょっと友達がちょっとネイルしてるから、じゃあ一緒にじゃあ行こうと、今やってもらおうと、言って、はい、お、いいねって、たい焼きとネイル送ってもらえるのって、おお、もう全然全然って、で全然アンバランスねって話して、そうですね、行ったら、閉まってました。伝えて。月曜日ですか？月曜日。ああ、月曜日定休日なんですよ。月か火でしたね。うん、月曜日かな。ああ、もうね、二、うん、人あぜんでした。どうするみたいな、このたい焼き。どうしたんですか、このたい焼きは。まあいろいろ。あの、まあ、普通。そんなに仲良くもない人にあげて、うん、ありがとうみたいな、嬉しいですよね。確かになんかありがとうみたいな、なんかめっちゃ喜んでたので、ね、うん、まあいいことしたかな、伝えててくださいね。はい、めっちゃ大量買いしていったんです。伝えておきます。伝えてください。はい、はい、ということで、では、はい、メールを紹介していきます。はい、これ先週読めなかった分もあるんですよ。はい、いいですか？はい、お願いします。はい、ラジオネームがともちゃんさんです。ともちゃん、はい、ともちゃんさん、ともちゃんっていたな。エビチリの話続きますね。エビチリのお店行ってきたぞ。おうまいうまいうまいの三拍子。お、4時頃行ったのでお店はかなり空いてました。お、5組客がで今3組、うん、あ、5組客がいましたが、うん、3組うん、なんとエビチリを食べてた。マジか。おお、これは奇跡か魔法か単なる偶然か、絶対食べに行くべしっていうことです。エビチリね、エビチリ行きましたね。行きましたね。うん、僕エビチリめちゃめちゃ美味しかった。エビチリよりカニ玉がうまかった。ああ、天津飯ですか。皆さんカニ玉をぜひ。あのタレの酢だれっていうんですか、あ、絶妙な味でしたね。あ、僕、うん、先にカニ食べてエビ食べたからでしょうね。うん、先にエビ食べてカニ食べればよかったですね。あ、なんで？え、なんか甘みがあったんですよ。うん、カニ玉の方は、はい、が
口の中に残ってて、うん、エビ食べた時に、うん、そのスパイシーさよりも辛さの方が際立ってしまって、うん、あー、なるほど、はい、では次のメールいきます、はいはい、お願いします、はい、ラジオネームが味噌カツお願いしますさんです。味噌カツといえば名古屋名物味噌カツじゃないですか。そうですよ、チャーリーさん、南さん、風の回廊復活。ところで南さん、カヌー乗って海に出るんですか？見た目から想像できないってところがすげー。あれは観光客か冒険屋がするものだと思っていました。すると何ですか、あの岩登りもするんですか、室内でやるやつなんて言いましたっけ。チャーリーさん、そうそう、いろんなことにチャレンジしていくから輝くんですな、うらやまひい。ビルダーでした、ビルダー、ロッククライミング、ロッククライミングじゃなくて、あのプラスチックのこうやって登るやつですよ。ロッククライミングじゃないんですか。そのロッククライミングをもっとなんか、室内バージョン、室内バージョン、なんだろう、なんだかな、ビルダー、ビ、うん、ビルダー、うーん、ロッククライミングではなかったですよ。へー、ビルド、こう、これのね、はい、なんか全日本チャンピオンの女性の方と僕会ったことあるんですよ、はい、めっちゃですよ、ムキムキ、かもう服つけている、うん、それからもう T 字でしたよ、はあ、ムキムキ、あ、もうこう、へえ、尖ってましたこっちが、カーンみたいな、あれ相当鍛えられるらしいですね、ね、指2本で自分を引っ張り切れる、へえ、はあみたいな、すごい、はあってして、あの目つぶししましょうかって、いや目つぶしはいいけどちょっとキュンしてって、キュンやったらめっちゃ痛かった、うん、本当にキュンみたいな、おーみたいな、突き刺さりそう、ほんとすごかった、もうタコだらけ、何さんだったかな、もう5年ぐらい前でしょ、6年、世界、あ、日本チャンピオンですか、日本チャンピオンになって、うん、なんか前は NHK のエクササイズとかもこう登り方こうやって、で各地でそういった教室とかをやりながら回りながらそれを普及しようという、うんうん、へえ、彼女ね、うん、その破れたんですよ、うん、それから1年か2年後、うん、破ったのが小学校6年生ぐらい、なんか悲しいっていうかショックですね、ショック、でもね、でも小学生の方が体軽いし、そう、それ言ってた、うん、それもう私たちは体が出来上がってこれ以上体重を落とすことないけど、小学校5、6年生って、うん、もう本当にな、もう脂肪本当にマイナスに近いから、うん、ほとんど筋肉でそこを支えてるから、そんなに筋肉がなくてもこううまくできる、まあ、女性はちょっとね、あの成長していくと脂肪がついてくる、うん、だからこのピークの部分で、でも自分はこうやってその楽しみながらこうやっていくっていうの、うん、へー、めっちゃもう書くんですよ、かっこいい、で、ね、この人が紹介してくれたテレビ番組見たんですよ、うん、ある夫婦が、うん、単独で山に登っていくっていうなんですけど、うん、あのこう誰の助けも借りないで自分一人で登っていくんですよ、うん、もうこれが山って普通ちょっと角度があるじゃないですか、はい、もう角度なし直角、直角のところをその夫婦で登っていくんだけど、お仕事がないじゃないですか、その山登りって、だからたくさんスポンサーをつけて、うん、まあ、登っていくんだけど、もうね、普段の生活、うん、とっても質素、うーん、質素で食べ物も、食べ物も自分たちで自家再燃して、ね、その食べて、もうそのお金を全部その登山につぎ込むっていう、あ、もうすごい、へー、で、どこから収入があるんですか、もうなんかこう登るときに、うん、このユニフォームにメーカーのあれをいろいろつけるんですよ、うーん、で、それでなんか広告料みたいな感じ、あ、スポンサーみたいな感じですか、うん、へえ、1回登るのにやっぱり5、600万かかるっていうので、そう、そんなにするんですか、するみたいですよ、例えばなんかこの人たちが登る山って、うん、人があんまり登らないような山なんですよ、うん、南極とかね、北極ので、ある一定期間、うん、でそこまで行くのにはヘリで行く、うん、下ろしてもらってそこから登っていく、もうね、すっごい人たちがすごいいるなと思いましたが、はい、ビルダーディング、あ、なんですかね、ちょっと調べててください、はい、はいはいはい、
じゃあ次のメールいきます、はい、ラジオネームが、お豆腐さんです。はい、ジャーガルそば食べました。手羽先もグッド、超おすすめそば&手羽先です。手羽先2人前注文しました。ペロリです。黒ごまがさりげにかかっていてまた最高。あ、そうそうそう、あ、そうですね、黒ごま、うん、美味しかった。手羽先ね、ジャーガルそば、ジャーガルそばにも骨そばみたいなのありませんでした？ありますね、はい、あれすごい量多いですよね。多いです、うん、多いですね。なんか本当に見た目がうわーって感じですけど、やっぱジャーガルそばの麺は美味しいですからね。美味しいですね、うん、うまいですね。だからぜひぜひ皆さん骨そばも食べてみてください、ね、お豆腐さん近くですので。はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネームが読谷の空さんです。はい、はい、読谷上空久しぶりの青空気持ちいいです、はい、こんな日はウォーキングの後にビールおボルダリングだそうです。ボルダリング、はい、あ、ちょっと一文字違った俺何ビルダって言った、ビルダって言った、惜しい、ボルダ、あ、ちょっと話がそれてしまいました。はい、読谷上空久しぶりの青空気持ちいいです。こんな日はウォーキングの後にビール。あー、本当に晴れ晴れして梅雨ももうすぐ終わりですかね。読み空さんです。うーん、うん、なんかすごいいいですね、メッセージが詩を書いてるみたい。あ、うん、なんか爽やかですよ、うん、読み空さん、ウォーキングの後にビール、昼からビールって最高じゃないですか。めっちゃ最高はい、なんか今日も、うん、天気予報では曇りって言ってたんですけど、ちょっと晴れ間も出てるみたいですね、うん、最近なんか天気予報、うーん、あれですよ、ちょい崩れ、そうですよね、はい、やっぱり雲の流れが不安定なんじゃないですか、はいはい、うん、あ、僕あれボル、あの、さっき話したボルダリング、はい、女性分かりました、うん、小川智子さん。小川智子さん、はい、うーん、今もやってるんですか。今もやってますね。あ、ボルダリング、はい、日本チャンピオン、そうですね、女性世界初の最高難度ボルダーグレード V14、うん、これなんか1段2段ってあるみたいですね。ボルダリング、なんかでもロッククライミングをしている、はい、あの知り合いがいるんですけど。は、誰ですか。あの、私の友達で。は、え、沖縄で。沖縄にいます。で、ま、あ、ロッククライミングじゃないや、ロッククライミング、あ、この遊びっていうか、あ、これ掴んでる、はい、は、でも本当にあの県外とかでも、うん、こう岩に登ったりしてたみたいなんですけど、こう階級がやっぱあるらしいです。で、何段、3段か5段目指してるって言ってて、で、なんかこの3段とか5段っていうのはどういう基準なのって言ったら、うん、こうロッククライミングのメンバーがいるらしいんですよ、うん、何人かこうやっぱりグループでやってるから、こう登る時も一人では登れないから、こうみんなで集まって、まあ、登っていくらしいんですけど、うん、その時に、まあ、あの、その時の会場の中で何段合格みたいな感じで、こうなんかお互いで決め合うらしいです。あ、そうって言ってましたよ。なんだそんなアバウトなんかここ何秒で行ったらみたいな、何秒とかなんですかね、こうこれを登れたとか、多分この岩を登れたとか、うん、だからなんかもうそこに集まる時がすごいピリピリするって言ってました。こいつこれだけやってるなとか。すごいですね、今、うん、小川さんのプロフィールも載ってるんですけど、はい、女性世界初の世界最高ボルダー、うん、グレード5段、うーん、唯一女性難度ボルダーグレード5段に成功した唯一のグラマー、クライマー、1978年4月14日まで、身長160センチ、うん、好きな言葉、はい、岩の上にも3年、うん、なんか欠けてますね、うん、すごい霧も積もれば山となる。お、好きな色ピンク、あ、かわいい。好きな食べ物はチョコレート。お、趣味いいね、うん、落語。へえ、落語女子ですね。落語女子、うん、あ、面白いこの人のプロフィール。何ですか。へえ、
もともとはね、うん、早稲田大学理工学部応用物理学科卒業で、うん、宇宙飛行士を目指していた。国体山岳競技に誘われたことでクライマーの道に。2003年から2006年アジアン X ゲームで優勝。その後は自然界のエヴァへチャレンジ魅力を持ち、2008年4月日本人初女性となる難度 V16-12 を達成、うん、世界のトップと肩を並べる。すごいですね。前人未到の難度14に彼女が今の、望み続けて、うん、数ミリ単位で指や足の位置を研究し続け、うん、ついに2012年10月に関東レベル14ですね。難易度すごいですね。ミリ単位なんですね。ちょっとのなんかくぼみがあるとそこに指をかけたり足を置いたり、はい、ミリ？ミリちょっとのくぼみ、うん、さあなんか山登りいいな。なんか楽しそうですね。山登りいいな、うん、山登りいいですね。はい、うん、なんか有名な言葉があるじゃないですか、ね、なんで山に登るんだって。えそこに山があるからそれ山でしたっけ。そうですよ。あそうですか。なんか周りが誰かの研究、うん、あ探検かな、うん、そこに山があるから、うん、分かりやすい。本当ですね、うん、山登り、山登り、はい、ボルダリングでしたっけ。あボルダリング、ボルダリングですね、うん、はい、いいですね。ボルダリングとじゃあロッククライミングは違うっていうことなんですね。ボルダリングは室内のこうなんかもので、うんうん、ロッククライミングはこうアウトドアに出てこうやるやつです、ね、うん、あみたいですね。はい、なるほど。ぜひ皆さん小川智子さんの、まあ、ブログ等もあるので、ね、ちょっと見てみてください、うん、はい、はい、では次のメールいきますよ、はいはい、ラジオネームがブルボン急行さんです。おブルボン行きましたよ。ドラゴン茶炭店。ああでもエビチリではなくあえてラーメン定食を頼みました。量が多いラーメンの器がでかい。エビチリ頼んでくださいラーメンね。そうラーメンもうまいですよ、うん、ラーメン食べたことないんですけどね。あの器の大きさには本当にびっくりしましたね。うん、うん、大きいですね、うん、器もでかいけどあれ、はい、豚骨、味噌、醤油、うん、塩4種類があるでしょ。これやっぱり嬉しいですね。4種類。極左派って何ですか。強左派かな。料理が あなるほど。人が混んでるけど、うん、料理が来るの早い。満足でした。そう他にも美味しく安く早い。その他にもごめんなさい、その他にも美味しく安く早いお店がありましたら紹介してください。安くて美味しくて早い。早いのはやっぱ浜屋じゃないですか。沖縄そば。あ早いんですか。うん、出てくるのとっても早いです。本当に。うん、へえ。頼んで5分も待たないんじゃないですかね。あの早いですよね、うん、もうないかもしれないけど、はい、大阪体育大学の学食のおっちゃんが作る、うん、メニュー、うん、めっちゃ早い。これ絶対これ全国一だと。へえ。おっちゃんうどん1、2、3、4、5はいって感じ。そんな早く出てくるんですか。なんかこう生徒が来て座った時点でもう準備されてる。この子ない食うなみたいな。あ分かるんですか。へえすごい。めっちゃ 100% に近いぐらい当たる。てかもう結構おじちゃんのあれじゃないですか。そうそう、結構無茶ぶりっていうか、もうこれを食べなさいみたいな。それはでも外れたことないわけ。それでまあいっかってなる人もいそう。まあメニューが少ないっていうのもあるかもしれない。自分たち大学の学食は、うん、和洋中あったんですよ。うーん、和はうどんと、うん、うどんね、うん、うどんもきつねとたぬきと月見の3つに玉丼っていうのがあったんですよ、はい、卵かけご飯、うん、あまあ、今でいう親子丼みたいな、うん、まあ、この4種類、うん、で真ん中の要はカレーかカツカレーかスタミナカレー、卵入れるだけの3つ、うん、で反対側はちょっとメニューが多かったんですよ、中華のおっちゃんのところ、うん、でみんなそれぞれ本当に早かった。あ早っみたいな。
さすがですね。絶対沖縄から行ったらみんな早っと思う。早い安い。あれはもうなんか大阪体育大学行ってよかったなって。大阪体育大学に行かないとこの早いおっちゃん、うん、今もいるんですかね。もういないね。あ、もういないね、はい、で愛想が悪い。うーん、めっちゃ愛想悪い。何を何話しかけても、あ、うんみたいな、うん、ほんで、うん、ってでお金取る時もありがとうとか言わん。はいもっと愛想よくしてみたいないいですね。笑わん。笑わん。一回笑ったこと見てないんですか。笑わんし、おまけもしない。普通ちょっともう後半になってきたらこう材料とか余ってるでしょ、うん、余っててもあげない。一回だけだな僕。あ、もらってるじゃないですかじゃあこれなんか、うん、あのドリンクがあるわけ、はい、150円、100円出すと1回、うん、150円出すと、まあ、5回ぐらい飲めるわけ、うんうん、5回ぐらいガーって次足してその中でおっちゃんが100円だけど、あ、もう1回入れみたいな。その時におっちゃんが作ってくれた、うん、あのねエンジェルっていう飲み物。何を混ぜてるんですか。コーラとカルピス、うん、あ、混ぜるとなんかエンジェルって。うーん、その おっちゃんのなんかオリジナル、うん、でエンジェルみたいなマジですかみたいな。嬉しかったな。うーん、幸せって感じた。私の大学マクドナルドありましたよ。え、校内に。校内にすごっ、うん、学食もありましたけど。学食はマックがある、うん、え、大きいんですか。大きかったですね。兵庫にあったんですよね。いや、大阪です。大阪の大学なんですけど。何市ですか。大阪市、あ、枚方市です。はっ。で、あの最近その大学の時の先輩が沖縄に来てたので、はで、なんか今その大学どうなってますって聞いたら、あるミスド来てるよってはっなんか、あ、ミスタードーナツを置いてるんだったかな。ちょ待って、枚方って言ったら隣茨城じゃないですか、うん、はい、あ、茨城ですかね。茨城ですよ、うん、枚方茨城ですよ、うん、茨城だったんですよ。え、大阪体育大学。あ、元。そう、元。今はそこから泉佐野、どっかに泉佐野の今めっちゃ上等してるんですよね。上等大学。はあ、枚方ですか。そうなんですよ。初めて知りましたよ。僕もっと兵庫、なんか山田さん兵庫っぽいかなみたいな。え兵庫って言ってないですよ。あ、そうでした。はい、長谷さんが兵庫だからじゃないですか。ですかね、うん、なんか関学ですね。関西外語大です。関外大ですね。関外大、はい。ああ、なんか兵庫っぽいですね、なんとなく。あら、そうですか、うん、兵庫ええーまあ、関西丸々大とか多いですから ね、 ね、 あの辺。あら、うん、なんかちょっと不思議です。そうなんです。淀川とかでも今の大学そうだと思いますよ。え、みんなあるの。みんなかは分かんないんですけど、私立とかってある入ってると思いますけどね。儲かるだろうね、うん、絶対ね、だと思います。あ、まあ、はい、はい、次のメールにじゃあ行きますね。はい、はい、ラジオネームが、うん、石川さゆりさんです。はい、前回のクリームパンとちびまる子ちゃんの話、会社のトラブルで落ち込んでいた私を急上昇させてくれました世の中いろんなことあるけど、よそ様、ま、いろいろあるのよね。これからも楽しい放送よろしくお願いしますみんながあれが最後に聞けないと1週間が終わらないという気持ちが分かりかけてきましたっていうことです。それはいいことです、ね、クリームパン本当面白かったですね。笑ったね、みんなで笑いましたね。あれ笑ったな、食べれてないというおじいちゃんあれ笑ったな確かに、あれいろん僕結構話しましたよ、あの話。あ、本当ですか。やっぱウケるね。ああ、お、もうじゃあ早速もう自分のネタにしてるんですね。ネタにしましたよ、あれ。さすが、めっちゃみたいな、うん、はあ、楽しかったですね。はい、うん、ですね。では、はい、はい、メールは以上です、はい、チャリさん、はい、何かかけたい曲があるそうです ね、 ですね、はい、僕あの世界の終わりっていうですね、うん、あのバンドがあるんですが、うん、そのドラゴンナイトっていう曲がなんですが、うん、まあ、彼らの歌では
歌なんですけど、それをカバーしている方がですね、あのうるまいっていう方がいるんですよ、まあアーティストなんですけど、いろんな人の歌をアーティストをカバーして、まあ YouTube で配信してるんですけど、そのうるまいのドラゴンナイト、うるまい、なんか今日鼻がかゆいぞ。そして配信してるんですよね。いいですね。おしゃれ。あ、娘さんにこれあげよう。何ですかこれ。シール。シールの告知もしないといけないですね。うん、ビニール製か。お、いいやつだ。その後は。ボールだ。12時から。山田さん、あと10分ほどですが、回路を、はい、入れていいですか。いいですか。じゃあ、はい、途中絞りますよ。はい。世界の終わり、ドラゴンナイト、ウルマイでした。では、はい、風の回路を、はい、また皆さんよろしくお願いします。はい、今回はパーソナルカラーのお話を、はい、色のお話、自分に合う色とかのお話をちょっと入れようかなと思います、はい。まずパーソナルカラーって何っていうことなんですけど、パーソナルカラーっていうのは、その人に似合う色とか、その人にふさわしい色ですね。あ、はい、で、まあ、これはもともとアメリカで開発されたもので、日本にも30年前に紹介されました、で、似合う色っていうのはどんな色なんだろうっていうのがあって、で、その色の考え方のルーツにはいろいろ説があるそうなんですけど、まあ、自然界の色の調和がベースにあると考えられています。で、この自然界に存在する色っていうのは、全て黄みがかかったイエローベースの色、黄色とか、まあ、黄緑とか、はい、赤、オレンジとか、緑、で、青みっていうこのイエローベースと、青みがかかったブルーベースの2つのグループにもう大まかに分けられるそうです。はい、青っていうのは、まあ、黄色ではないけど、なんだろう、あ、黄緑もブルーベースになるのかな、で、こう緑だとしてもちょっと青がかかったエメラルドグリーンだったりとか、 あとブルーにしても、なんだろう、濃ゆい青とか、あと紫とか、っていう色に分けられるそうです、で、イエローベースとブルーベースがあって、まあ、こう洋服を合わせるときにも、このイエローベース同士とかブルーベース同士の色の組み合わせが、まあ、調和が取れてて、誰もが美しいと感じる色合いなんだそうです。はい。あ、そうなんだ。はい。で、なんだっけ、この色を、を選ぶときに、やっぱり大切なのは、こう自分をどう見せたいか、色によってやっぱりこの印象っていうのが変わるの で、 そうです、ね、はい、もし、顔色を明るく見せたいとか、健康的に生き生き見せたいっていうのであれば、こうイエローをベースとした色を選ぶ方がいいそうです。僕何が似合いそうですか。うーん、ブルーではなさそうですけど、やっぱり似合いそうな色と自分がどう見せたいかっていうのは違うくて、なんだろう、
明るく見せたいのであれば、こうオレンジとかパステルカラーなオレンジとか、あと赤とか黄色とかで緑とかっていう色を選ぶ。でもうちょっとあの明るくではなくてクールに見せたいのであれば、こうまあ黒とかあとブルーとか青で、まあ水色もう明るくないか、ちょっと暗めの水色とか、とにかくちょっと暗い感じの色合いにしていくのか、まあ、ちょっと明るい色にしていくかっていうので違うそうです。うん、で山本さんピンクつけないね。あ、私ピンク着ますよ。え、ピンク見たことないですか。ショッキングピンクってことですか。いや、ピンク系ですよ。あのランニングの時には来ますよ。ピンク来ます。でも青が多いかな。そうですね、うん、黒っぽいのあんまりつけないですか。あ、そうですね。でも黒はやっぱり黒とかカーキとか、うん、こう落ち着いた色は、うん、あの顔を引き締める効果があるので、まあ、顔を小顔に見せたい時には、うん、そういうダーク系の色を選ぶといいと。はい、なんかいろいろね、パーソナルカラーっていうのは、うん、自分をなんかこの色でどう見せたいのかっていうのが大事なんだそうです。あんまり気にしないね、僕ね。あ、そうですか、うん、できるだけ原色に近いのをつけたいね。あ、でも明るい印象ですね、うん、なんかチャーリーさんが着てる服って、うん、このなんかグレーな色がないっていうか、うん、はっきりしてますよね。赤とか緑とか、そうそうそう、まあ、紫とか紫、まあ、黒とか、うん、まあ、一つ理由があるんですよ。何ですか。たくさんの人たちの中にいたら、うん、その原色ってとても目立つんですよ。で、まあ、学校という現場にいるじゃないですか、はい、このカラーつけたら絶対目立つんですよ、うん、っていうこの目立ちたがりや根性。洋服の色でも目立ちたがり根性が出てるっていうことなんですね。出てるんですね。面白い。でね、もう一つこれ、はい、それを話したんですよ、ある人に、うん、そしたら、いや、なんかね、日本の人たち、うん、色がこうどっちかというとつまらないねみたいなことを、まあ、言われて、うんうん、つまりグレーだとか、うん、少しそのグレーゾーンに近いようなものを、うん、大人になっていくとつけると、うん、多分ブルーベースな色かもしれない。そう、なんかそれ、はい、目立たないっていうか、うん、そんなにこうこれで着て個性出してますよっていうような、うん、だから、うん、日本の子供たちって、うん、なんかまあ個性がないんではないんだけど、うん、そういった部分の表現が弱いんじゃないって言われて、それもまあ国民性もあるかもしれんけど、まあ、そういったものもあるのかなって。あ、だからあえてその明るい系、うん、原色系をつけているっていう。確かに日本で原色系着てると目立ちますよね、うん、でも最近は結構原色がこう流行ってるっていうか、ピンクとかね、うんうんうん、流行ってるから、まあ、着る人増えてるのかなって思いますけど、思いますね、うん、で沖縄のね、いいなっていうところを、うん、ある制服メーカーの方が全国回っててね、うん、はい、沖縄の体育着ってなんかとっても原色に近いですよね、うん、特に小学校なんか赤とか黄色とか青とか、うん、中学校でもブルーとかありますよね、うん、ありますね、はい、今度は一色ですよって黒白ですよみたいな、うん、だからやっぱりこの沖縄の風土、うん、青い空、赤瓦、うん、緑の木々、だ目がそれに慣れてしまって、うん、やっぱりそれがごく普通になってるんだろうと、あっていうのを言われてね、だから沖縄にはアーティストとか芸術家っぽい人たちもまた、うん、またまた生まれてくるのかなって、まあ、いい形で言われたんですけど。なるほど、環境も大切ですね、うんうん、と思いますよ。やっぱり洋服にしても、うん、あ、時間ちょっとそろそろですね。ですね、はい、まあ次回お話ししましょうか。しましょうね、お届けしました、はい、ワンダフルワード、はい、これを締めないと1週間こんな人がいるみたいですので、エンディング、はい、山田さんよろしくお願いします、はい、席89度15分50.8秒、これが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中では小さな星でも、地球にとっては大切な星。動くことない道しるべ、北半球
どこにいてもポラリスを見ればそれは来た、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られた時、壁にぶつかった時、心の中で迷う。そんな時、何が道しるべになるだろう。光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きていく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では1日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM 2台からお届けした山田みなみワンダフルワールド。この番組はカラオケハウストマト、ベストミックスエネルギーのひじゃがわガス、オリジナルプリントウェアマトエンタープライズ、ガナハミート、戸口スポーツの提供でお送りしました。それではこの後のセレンディピティ507をお楽しみください。入ってました？入ってない。あー、やっぱりユースと連絡するようにしましょう。そうだね、はい、そうですね。56分に切れるんだね。56分、うん、前は58分だったわけ。あ、そうなんだ、うん、56分が切れてた。それではって言って79ポイント。だからなんかこっちから聞こえたから、あれもしかしてこれは終わってるのかな。そうだな。これさん、ノイゾーさんからいただきました。マジ？どっちがいいですか？違うの？あ、何だっけ？森さんいるの？いますよ。あっちに。あ、どっちがいいですか？え、見してよ。右と左。やだ、見てから。いざ見てからで。一つはなんか、あの、大きくて美味しそうなの。普通のクッキー。一緒でしょ？違いますよ。あ、クッキー？うん。これ。あ、待って、もう一回、3秒。待って、5秒でした。あ、5秒。かわいい。そう、つけてるの。上等。よくつけてるよ。あ、そう。いい、上等。いい。しかも色合いもいい。ね、どれや？どれがいい？見して。5秒ずつ見して。もう。早く、時間ないってば。そうだよ。今ガチで怒った。あ、なんか紅茶。紅茶がいい。え、そう来ると思ったけど。いただきます。イエーイ、この鬼まんじゅうももらいましたよ。マジで？すごい。やったー、食べよう。あ、しかも黒糖って。はい、お願いします。しかも明日までだ。2番。はい。もう始まります？え、どこにいるの？あ、なんであっち向いてるの？なんであっち向いてるんだい？じゃあ、よろしくお願いします。あ、お願いします。よろしくお願いします。す何分ですか？え、もう始まるよ。始まってます。始まっているよ。ピピ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 ピ。あ、どんな感じ？なんか前メールしたらもう今バタバタって言ってたけど。そうだね。なんかさ、奥さんがこのムービーとかも全部やってる。すごいよね。やり手だ。そう、超やり手とか、あのなんか大阪の人だよね。そうそう、プログラムに書かれてるあのお二人の顔写真みたいな、うん、アニメっぽく書かれてるのがあるさ。ああ。あ、そうなんだ。そういうデザイン系の簡単ですよって言うけど、そう、いや簡単じゃないでしょみたいな、うん、なんかネットでやったのかな。始まってる？へえ、始まってますか？始まってますよ。はい、おいしそう。ちょっと、あらした？おいしそう。すごいよね。すごい。なんかちょっと関西風の披露宴も入ってる感じではあるんだけどさ。ほう。とかなんか、怖いから。怖い怖い。怖いから。なんだっけ、メガネしてないの。メガネはコンタクトに変えた。コンタクトか。はい、髪切った。なんか髪七三分けになってない。みんな春だね。流れてる。ほら下、ほら刈り上げてる。え、前からじゃない。
髪切ったよね。なんかちょっとかっこよくなってるね。絶対恋してるよ。恋しているのさ。ジャイさんこれ1番だからね。あ、2番。あ、2番、うん、いきますよ。あ、じゃあ待って、ここで写真を撮って。あ、チャーリーさん。かしかし。よし、これで。ここで。鬼まんじゅう。あ、鬼まんじゅう。はい、小田さん、あれ、まんじゅうにしてて。でーん。いきます。3、2、1、9。よし。あとから載せます。へい。FB に。タグ付けして大丈夫？うん。じゃあ、出しますよ。はい。皆さん、こんにちは。5月30日。なんと今日は、ごさまの日。かな。セレンディピティ507、担当はゴジャ・ワカナ、山田みなみ、チャーリー・ウーで、この後1時間生でお送りいたします。広げたままじゃ持ちにくいから、君はそれを丸めてしまう。丸めただけじゃつまらないから、君はそれを覗いてみる。小さな丸い穴の向こう、笑っているいじめっ子、知らん顔の女の子、光っている先生のハゲ頭、回っている春の太陽、そしてそれらのもっと向こう。君は見る。星雲のように混沌としていて、しかも眩しいものも。教科書には決して載っていず、蛍の光で照らしても、窓の雪で透かしてみても、正体を表さない。そのくせ君をどこまでも誘うもの。卒業証書の望遠鏡で覗くあなたの未来。沖縄県北谷町 FM 二来からお届けしています、セレンディピティ507。この番組のお便りは FM79@FM-2来.jp FM 二来のホームページからリクエストを検索し、こじゃわかな、また私やっぱり紅茶がいいわ、こじゃわかなと言ってあげてください。それでは番組の最後までお付き合いください。私たちの生活の中で、これって偶然じゃないかなと感じることないでしょうか。人や物との出会い、何かを偶然発見する、自分では偶然と思っていたことが、時が過ぎていく中に、あれは偶然じゃなかった、自分では偶然と思っていたことを必然に変える、そして運命に変える力、それはきっと誰しも持っているはず。普段何気なく過ごしている生活の中で、ちょっと幸せを発見したり、きっかけに変えてほしいという思いを込めて番組を送ります。この後1時まで生放送でお聞きください。梅雨の中の中休み、晴れてます。今日は月明石始まりのあいつ、始まりのあいつ君。なんか暑い。小田さん聞こえてます？聞こえてない。流れてはいる？流れてますよ。音は音。流れてます。 CD 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 動いてますよ。本当？うん。じゃあおかしいね。 CD 上がってる？うん、うん、うん、もう一回。音が出ないですね。本当？3番やってみて。じゃん、音が出ないですね。え、本当に？うん、あら、今無音状態ですね。じゃあちょっと違うの出そう。はい、はい、これちょっと出します。あら、じゃあマイクお願いします。音出しますよ、マイク。はい、
始まりの合図、なかなか始まりませんが大変失礼いたしました。こちらの関係上でちょっと音形の不備がありまして、はい、違う曲にしたいと思います、はい、懐かしい曲ですよ。私は大好きな方、うん、チャンリーさんは勝手に自分だというあの人、福山雅治の桜坂5番よ。あれなんで鳴らないね。回ってますよちゃんと。これは CD が悪くないよ多分。悪くないね。うん、ちょっと待って、上と下書いてます。また音開けますよ。はいよ、はい、はい、またまた流れませんチャーリーさん、はい、どうしたんですか。じゃあ今度は何ですか。今度はって、今度はさっきまでは流れたんですよね CD が。流れましたよ。あ、来ました。では皆さんこの曲を聴いてドライブ楽しんでください。あ、いいね。福山雅治で桜坂。上が悪いんだね。桜坂いいね。久しぶりに聞いた。いいね。お母さん、ケツメイシ。あ、待って、後で流す。あ、これ後でね。うん、何番だった？2番。2番。歌うよ、うーやー、夢は今の夢のまま。お母さん。はい。僕ね、うん、ほら、ショートダメだったさ。うん、ダメだった。なんかね、ショート良くなってきたの。あ、誰？この人。あ、待って、言わないでよ。最近よく引っ張りだこの。そう。何さんだっけ？何さんだっけ？松雪泰子。は？松雪泰子。あ、じゃあ違う。ちょ、似てる。見して。松雪泰子。なんとなく雰囲気似てますよ、小田さんに。あ、本当？うん。こういう年の取り方してほしいな。あー、いいね。これ。セクシーだね。うん。ティーダカンカンの岡本の奥さん。うんうん、女優さんでしょ。あ、有名な女優です。ほら、知らない？ガリレオ。うん、ガリレオはわかるけど。容疑者 X の検診で、うん、堤真一の、うん、が犯人で助けてあげた人の。わかんない。お母さん。そこまで見てない。え、容疑者 X って3名でしょ。福山、堤、松雪泰子でしょ。だから福山はわかる。堤真一はわかんない。堤真一、三丁目の夕日とか。しかもその人の顔も思い浮かばない。え、犯人だった人だよ。知らないよ犯人を見てるの。じゃあ若さん、本当にさ、芸能人の名前覚えきれないのよ。だからな、誰だった前。誰だった何だった誰だった、何が誰だった前。誰かと間違えた、マネージャーと間違えた。あー、あれでしょ、川崎麻也だ。あ、川崎麻也。マッチは間違っていいと思う。なんか沖縄テレビないんですかって超言われたし僕もまだまだだねって言ってた。まあ、全然まだまだ川崎麻也は。堤真一はでもあの人もだよ、川島直美さんもだよ。川島直美は OK じゃない。だから分からなかったわね、あの頃。テレビ見て。じゃあ二十歳ぐらいだったんだよ、あの頃は。関心なかったの。え、あの当時のこの芸能人。芸能人、いや今と変わらず本当に覚えきれないわけ。俺すぐ覚えるけどな。だから本当にさ、ダメなんだよね。じゃあの、ああいう系は覚えないね。グラビアで出てくる人たちはあんまり覚えないけど、女優とかは分かるよ。わあ、イエーイ、ありがとう。さっきさ、めっちゃさ、CD がさ流れなくて、もうヒッチ。はい、すみませんでした。はい、では次。あ、また流れませんでした。はい、また次みたいな感じだったよね。危なかった、ね。そうなんだ。そうそうそう。なんか喋ってる早く、歌終わるの早くないかな。そう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 。思ってて。そうだわけ。何回も、はい、次。あれ、はい、次。チャリさん、どうしたんですかみたいな。こんなにこんな感じだったよね。すげえ。そうそう。アドリブすげえ。びっくりしたよね。いいアドリブでしょ。アドリブすげえ。おお、出た？ありがとうございます。おー、すごい。待ってくださいね。綺麗にできてる ね。あのビニールシールですよ、紙じゃなくて。なんか我がの下に危険生物って書いてあるだだだなんかセットで見えるんだけど、危険生物どういうこと。なんだ、何星人だった。あー、代表星人代表星人
大凶だった何ですか大凶大凶星人ほんと大凶星人今の愛のちょっと歌が変わってるそうはい次はい次とか言ってすごいいいね福山いいねすごい綺麗にできてる ね, いいね色もなんか今度ポスターも作ってるみたいです。楽しみ。小林さん、ポスターの写真僕選んでいいですか。いいけど、何変なの選んだよ。でーんとかやめてよ。あれは個人的に好きなんです。うん、そう。だチャンピさんが選んだらさ、ちゃんと私に OK か見せてよ。いや、これ OK じゃないですか。これいいですよ。まあ、ドン、でーんとかさ。あれは、ボヨーンとかさ。あれなんか好きです。なんか隠れてるのがいいじゃないですか。これいいね。はあ、ありがとうございます。美味しそう。あ、美味しそう。あ、美味しそう。何これ。ちょっと見たい。これ見ていい。鬼なんとか。何？鬼なんとか。これ味がなんで違うの？ね、何？どういうこと？さつまいも。はい。黒糖。うん。トレハロース。あ、トレハロース。何トレハロースって？はい。最初はグー。あ、グー。待って待って。これラジオの時にやろう。オッケー。じゃあ僕はパー出します。じゃあ若は愛は勝つのグーで。じゃあチョキで愛こう。ほら、嘘つきがいるかな。嘘つきがいるかどうかな。正直やつがいるかな。そう、バレバレじゃないですか。何がどういうこと。ちょっと何一人だけ匂い嗅いでるんだ。あ、すごい素敵これ。あ、飯飯飯してでーん。わー素敵ー。まずいやー、このあ、いいじゃん。どうでしょう。すごい、いいね。名前の書き方とか色合い綺麗綺麗。これさんのはあの、うん、あれ可愛 いね。あれを選びます。じゃあこれは若菜さんへ。あ、もらっていいの。イエーイ、ありがとうございます。透かしてみるか、ここに置くかみたいな。そうだよね、色濃いとこに置くか。でもなんかもう超もうなんかおじいちゃんとかに渡すときに、すいませんすいませんね、見づらくてもう本当に申し訳ない。これはなんかこう重ねないとあれだよね。うん、もらう人によってね。そうそう。でもちゃんと白いところに置いたらよく見えますんでって言って、私ら、あ、本当だね、白いところでこんな人が見えるねって言って。そうおじいちゃんとか。確かに。すごいすごい、いいいいいい。ありがとうございます。僕あれが好きなんですね、本当に。何？あの顔隠れて。あ、これ？あ、違う。見せ見せ。あ、種類が違う。どっちがいい？どっちがいい？何これ？ネズミみたいなのいる。ね、ネズミみたいなのいるよね。あ、ワカオこっちが好きかな。こっち綺麗じゃない？うん。これ。私もそっちがいいな。これこれこれ。どうですか？これ。は？これよこれ。ああ、はい。でも顔がわかるのはこれだよね。これ？うん。顔がま分かるのはこれだよね。ああ。これはあれだけど、でも色は綺麗だよね。うん。ブルーにマッチしてるね、うん、ブルー、緑、やっぱ原色と原色は合うのか。あ、そうかも。でもどっちもいい、うん、これもいい。じゃんけんしますよ。これあった。はい、速攻じゃんけんしよう。さあ、いくぞ、じゃんけん大会。イエーイ、フッフー。はい、小林さんグーでしたね。若グーグー、はい、で僕がパー出して、はい、山田さんがチョキでした、ね、はい、これだったらアイコで、アイコになる、なるんだよね。アイキョでしょ、だから誰かが裏切るんですよ。まずもう僕裏切りますみたいな顔してるから。僕裏切るんだけど、どこに着いたら最後まで勝てるかなを今考えてるんですよ。じゃあ私も裏切ります。ああ、え、私じゃあそのまま行きます。ああ、オッケーですよ。これも分かりやすいですよ。最初はグー、じゃいけん。なんでパー出したの？は？なんでパー出したの？え？なんでパー出したの？最終的に裏切らないんですよ。いえ、みなみさんは？なんかもうチョキは出さないと思ってたら、いえ、そのまま広げてしまった。みんなダメだよ。私も超考えたの。じゃあ私も考えたの。本当だ。だって私とチャーリーさんは裏切るって言ったさ。うん、でみなみさんは裏切らないってことは、チョキを出せばまあ。1人勝つか2人負けるか、もしくは愛子か。なるほど、裏切らない人につくと。そう、つく。じゃ僕は言っていいですか。はい、山田さんは裏切ってグー出すと思ったの。あーあー、なるほどね。ここで、はいはいはい、
絶対ストレートに来ない人だなと思って。なるほどなるほど。そこでちょっと最後まで迷ってやっぱり変えようみたいな。なるほどね。で小田さんはグーと言いつつへーで後でなんかこの言い訳するために、うん、なんか自分は素直だよみたいな感じで自分を出すだろために。そしたら俺はそのままパー出したら俺は勝ちだ。なるほど。へー、考えてたんだ。なんで私あんまりまだ南さんのことよく知ってないみたいだね。なんでなんでそのまま信じてってこと。南さんはそのまま出すだろうっていう考え。チャーリーさんはちゃんと読めたじゃない。いや、ここではストレートで来ないなみたいな。来ないな。最後、ここまで来て、あっと最後出す瞬間変えるのだろう。あ、そうなんだ。いや、もう最初から決まってたみたいですよ。あ、そうっすか。もうチョキ絶対出さないチョキは出さないっていうのは決めてた。まあ、とりあえず、私が一番でーす。シューシューシュー。じゃまず何を選ぶの。今回はですね、なんと、はい、森蔵さんから、はい、名古屋の名物の、うん、鬼まんじゅうをいただきまして。美味しそう。黒糖入り鬼まんじゅうということで、なんと名古屋観光ブランド協会が推奨している、うん、あのまんじゅう、まんじゅう。ちなみになんかマークがついてるんじゃないか。だそう、さっき言ったやつです、うん、あの推奨したやつね。はい、でちょっと見せていただくと3種類味が違って、3種類だ、うん、一つが黒糖。なんだろう、黒糖これかな。そうかも。でもう一つが、うん、さつまいも。あ、うん、でもう一つがトレハロース。え、トレハロース。まず小田さん、さつまいもは取らないよね。ちょっと匂いしてみます。おいおい、さつまいもは、ああ、なんですかこの、ああいいね。色が違うのは何なんですか。だからこれは黒糖、うん、が一つがトレハロース、一つが、まあ、そのままさつまいもってことなのかな。あ、ということで、はい、よく見てみますと、三つともさつまいも入ってるんですよ。あ、うん、あ、味が違う。さつまいもは外すってことだよね。ということで、私は黒糖にします。さつまいもさつまいもか。あー、美味しそう。いただきます。森蔵さん、ありがとね。全く反対方向に聞いてる。ありがとうございます。はい、では2人でじゃんけんしていくぞ。僕パーですよ。パー先に食べますよ。あ、じゃあ私は、うん、呼んでください。これグーで負ける。パーとグー、うんうんうん、じゃあ行きましょうか。最初はグー、はい、じゃんけん、ほい、イエーイ、勝った勝った。今誰が嘘ついた。はい、みなみさん。嘘しかつかない。今日はでもね、あとの2つは色が一緒だからどれかわかんないん、でもな、順番的に黒糖、さつまいも、トレハロース。トレハロースって何。トレハロースってなんかあれじゃないですか。美味しい。なんかよく最近聞くあれですよね。ん、聞かないよ。トレハロース聞くじゃないですか。なんか砂糖に変わる、うん、ね、あ、オリゴ糖みたいな。あ、そうです。へー、へー、なんか、あ、うん、トレハロース、ね、おいしい。あ、じゃあトレハロース、はい、トレハロース乗ってましたよ。ある、なんかすごいさ、うん、ボリュームあるじゃないですか、このまんじゅう。グリコースがグリコシンと結合してできた2種類の一種。大きいし、なんだこれ。すごく大きいんですけど、大きいってどれぐらい、どれぐらいっていうのかな。おにぎりぐらい。おにぎりみたいな感じ。うん、誰も聞いてない。なんだけど、さつまいもがさ、すごい大きい、ね、カクカクしたやつが、もうください。角切りですごい大きく入ってて、さつまいもがトレハロース。黒糖の味がすごくします。いただきます。うん、うん、え、これ名古屋の名物なんだ。うん、なんかは、うん、お芋が甘くて美味しいね。うん、だしこのまんじゅうのこの質、うん、なんかプニプニしてるよね。なんだろう、これがまたプニプニしてる。名古屋の名物。ちょっと、あげませんよ。ちょっと交代。うん、ちょっと交代、うん、ちぎっていいから。さつまいも以外のところ美味しい。はい、なんでそんな。いいですよ、はい、これちぎってください。ごめんなさい。あ、何、黒糖うまいわ。チャリさんのなんか塩の味がする。これトレハロース。どう、黒糖。いや、なんかあんな少しだから。わかんない、わかんないな。どうぞ。うん、じゃあ、あのね、大きく取ろうと思ったのよ。あ、これさつまいもだ。え、甘い、さつまいもじゃない。さつまいも味だ。さつまいもじゃないの。チャーリーさんのなんか塩の味がする。塩の味しない？ね。うん。塩じゃない？これがトレハロースじゃないの？
ちょっとこれ食べてみて。あ、ありがとうございます。粒がうん、どっちがさつまいもだと思う？うん、2人一緒かな。これ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 。2人一緒。嘘、うん、自分なんかトレハロースだと思う。なんか2人一緒だと思う。でもチャーリーさんの方が私は甘く感じた。うん、南さんがさつまいもだよ。これが甘く感じ。何？南さんさつまいもだよ多分。うん。うん。そう、さつまいもだよ。うん。これがトレハロースだ。おいしい、やった。ほら、トレハロースは自然界の多くの動植物や微生物の中にある。うん、なんじゃそりゃ。何？ほら。は？はって。微生物中にあるトレハロースって。微生物、うん、動物ではエビや昆虫に含まれているバッタ、イナゴ、チョウ、ハチなどの多くの昆虫の血統はトレハロース、まあ、自然界にあるから体にはいいってことじゃないの。あ、多分トレハロースか。そしてこのそれ鬼まんじゅう以外にもね、うん、なんか餅分本店、うん、餅分総本店のウイローもね、うん、いただきましたよ。おしゃれ。本当に私紅茶ウイローいただきました。ウイローの紅茶ね、見てみたい。中見せてください。見てみる。お山さんです。中見たいです。中、名古屋の限定って書いてあるね、うん、重みがすごいね。うん、なんだ今は何の音だ、うん、これなんか聞いてて、うん、聞いて目つぶってください。痛っ。痛いっぽくね。痛いっぽい。なんかぐしゃーみたいなね。ぐしゃーん。痛いってなるね。さあ今からこのウイロー、なんかさ、おしゃれな箱に入ってますよね。どう、どんな感じですか。なんか、あ、いい感じ。なんだろう、あ、おしゃれ。見て。あ、かわいい。袋に入ってる。包まれてる。にし。あ、かわいい。なんか。ちゃんとしたわらび餅みたいになんか包まれてる、ね、いいね、うん、かわいい、かわいいね。ウイロー、ウイロー、これは何味ですか。水ウイローって書いてある、ね、水ウイロー、一口ウイロー。完璧、なんか女性の話は、はい、まあ美味しい話ばっかりしてますけれども、うん、はい、5月30日、もう5月も終わってしまいますね、うん、はい、明日までだ。ごさまるの日って言ったんですけど、言ってましたね、はい、本当にごさまるの日なんですかね。いや違うと思いますね、勝手に語呂合わせで。語呂合わせはそうですね、うん、で28日、毎月28日は鶏の日らしいですよ。語呂合わせでチェックしてるじゃないですか。なんだかんだ鶏好きじゃないですか。いや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 、友達がね、まあね、いろいろありますけれども、うん、はい、まあこの沖縄では5月の20日から梅雨に入りましたが、うん、昨日すごい大雨だったじゃない、うん、今日何、今鶏って言ったよね、うん、それで分かった。何、自分のメールにケンタッキーから、うん、メールが来てたわけ、はい、その日だ。あ、何が、28日ケンタッキーの日ですよ。ああそうなんだ。それでだ、毎回なんかケンタッキーって忘れた頃にやるって言うけど、何だろうと思ってたらそりゃ、あー、じゃあそっか、それを発言した友達もそのメールが来てるんだ、多分ケンタッキーから。あー、28日なんかみんな語呂合わせで、うん、いいね、ね、いいね、本当に語呂合わせ、語呂合わせ今多い、多いですね、はい、うん、あ、やっぱりそうみたいですよ、ごさまるの日。お、そうなんだ、うん、うん、まあ、みんないろいろつけるんですね、うん、僕はあの前小田さんに言われた、うん、今5月は、あ、今日明日含めて823年後か、あとにしかまだないっていうのをみんなに言いまくったら、うん、みんな感動してますよ。あ、本当、うん、ただその話でですね、メールがありまして、はい、はい、お茶っ葉ネーム怠け者さんです。はいたーい、うん、チャーリーさん、小田さん、みなみちゃん、スタッフの皆様、うん、メッセージは久しぶりですが、いつも楽しく聞いています、うん、はい、今週の放送はまた収録かもしれないと思ったので、うん、早々にメッセージしました、うん、去年 T シャツをいただきました大分の怠け者です。あ、おー、そうね、リスナープレゼントで T シャツを、私たちのこのセレンディピティの T シャツをプレゼントされたした方なんですけどね。取りに来たんですか。そう、たまたまなんか来週あたり沖縄に行きますっていうことがあって、あ、じゃあ
なんかスタジオにね、預けとくのでということでお渡しした方だったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。今年はこんな時期から台風が来てますが、今年はなかなか沖縄には行けそうにありません、うん、ちなみに去年は2回行ったんですけどね、うん、はい、ということで、なので沖縄のラジオを聞いて我慢してます。ところで、うん、前回、はい、まあ、前々回ぐらいの放送で、うん、1ヶ月の中で金土日が5回あるのは823年に一度で、うん、今月、うん、5月ってお話をされていたと思うのですが、その話はちょっと前に友達からも聞いていたんです、うん、なんか風水のなんとかだとかメールや LINE で広がってるようでした、うん、私もね、うん、その風水みたいな感じでこう友達から LINE が来たんですけど、ね、うん、それで、うん、今日ぼーっと今年度のカレンダーを見ていたら、来年の1月にもあるんですよ、はい、金土日が1ヶ月の間に5回、もう見せちゃいましたね、っていう感じで何回も見直したんですが、確かに今月と同じく1日が金曜日、うん、で1月31日まであるから31日が日曜日になるんです。今月と全く同じなんです。823年に1回というのはどこから来たのか、半年後に会うじゃんって感じでびっくりでした。本当だ、全く一緒、ね、金曜日始まりで。823年に一度の理由があるんでしょうか。長くなりましたが、これからも沖縄の楽しい情報お願いしますってことです。ははは、本当に全く一緒なんだ。全く一緒、曜日の始まりも一緒。へー、すごい。いや、へー、僕これが何百年に1回あるよだったらまだへーだったと思うんだけど、うん、それがいい国作ろう、うん、1192年にあったっていうので、なんかってことじゃないですか。そしたらまた怠け者さんからメッセージが来ました。はい、はい、まあ、さっきのメッセージした件の続きです、うん、友達に聞いたところ、うん、5月の金土日の5回あるのが823年に一度。なるほど、ということらしいです。じゃあまた1月はまた何百年に一度の1月の金土日ということらしいです。全く早立ちりでメッセージしてしまってすみませんでした。いや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 、勉強になりました。勉強になりますよ、ね、らす、知らなかったもん。そうだから世の中本当知らないことだ。すごい、うん、ね、びっくりしましたけれども、そんな感じで私も今これを見てびっくりしたんですけど、すごい、そうそうそう、5月のこう5回ある金土日が823年に一度ということらしいです。なるほどね、はい、ありがとうございます。このね、前言われたでしょ、このいい国作ろうって、うんうん、こういう言葉が頭の中にあると、はい、なんかいろんなものに引っかかってしまう、うん、なんかその言葉みたいなものでというと、いい国作ろうって鎌倉でしょ、うん、鎌倉幕府とか。そしたらたまたまテレビ見てたら、ブラタモ、タモリさんの、うんうん、が鎌倉だったんですよ。あ、出身が、うん、あのブラタモの散歩場所、あ、鎌倉だったんだ、うん、へえ。江ノ電走ってました。江ノ電、はい、何ですか。江ノ電鉄でしょ。あ、江ノ電鉄、江ノ島電鉄、はいはいはい、うん、今も、あ、何ですか、走ってるんですか。昔から走ってる。これあのね、うん、今お金ちょっと貯めてますから、ほう、招待します、江ノ電。これ見て、これ見ないで死ぬっていうのは不幸ですよ。本当、絶対乗った方がいい。もう鉄道好きな人は乗せてもらおう。江ノ島電鉄、なんか中が変わってるとかですか。内装外から見ても、いやね、普通の電車ってちゃんと線路があって、うん、まあ、もちろん、うん、もう線路、住宅って分かれてるでしょ、うん、いいでしょ、カン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 、うん、江ノ電は街の中のお家とお家の間を走ってるわけ、うん、あ、バスみたいな、バスみたいな、へえ。で、なんかすいませんみたいな感じで走ってるわけ、すいませんみたいな。危なくない、いや、それが危ない。町の人たちがこの江ノ電をとっても愛してるわけ。なんか有名ですよね、よく聞きはするんですけど、なんでこんなに有名なのかなっていうのはちょっと。あ、一時期この江ノ島電鉄が閉鎖されるっていう時があったんです、うん、あまり人も乗らなくて、うん、やっぱり地方、一地方だったので、うんうん、それが行けないんじゃないかっていうので、鎌倉文化をもっと見直そうということで、うん、その無駄の人たち、町の人たちがいろんなイベントをしだしたんですよ、うん、この部分ちょっと技能座さんと似てるなって、うん、
でそのために何を作るかって言ったら、まずあれが頭の中にあったみたいなんですよ。すべての道はローマに続くっていうことは、ローマがなんで発達したかって言ったら道ですよね、うん、世界の国々のものが全部こうローマに集まるの道が整備されたから、うん、じゃあ道を整備していく、そのために何か道にシンボライズのものを作ろう、なんだあ江ノ電があるって言って、うん、それのいろんな特集を組んだら全国からそれのマニアがたくさん集まってきたらしい。そしたらあ海もあるじゃないかと、うん、ここでビーチもできるじゃないかっていうので、だん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 増えて、年間ですよ今この鎌倉は1200万人訪れてるんです。へえ。沖縄700万ですよ、すごくないですか。2倍だね。2倍やってる。そうなんだ、沖縄より多いんだ。多い、すごいね。これはやっぱり常時そこに鎌倉に訪れるだけのイベントがあるんですよ、風景。なるほどね、うん、でそれともう一つ、鎌倉の人たちがやっぱり町をそれぞれ大切にしてる、町並みを。うーん、なんか行ってみたくなりましたね。うん、すごく見てみたい。響きもいいじゃないですか、鎌倉って。なるほど。あでそこであの掘り起こしもしたんですよ、歴史の掘り起こし。はいはい。昔有名な鎌倉の言葉があるじゃないですか、武士の。何だろう、分かんない。誰が言ったんですか。無名の人が、無名の人がこう一夜の宿を求められるんですよ。そこでこう泊まってて、その武士と話したら、偉い武士なんですけどね、一杯の宿を泊めてくれないか、でこういろいろ話したら、やっぱそれ私は昔は武士だったと、今は農民に落ちてるけど、でもひとたび鎌倉殿がこの言葉をかけたら私ははせさんじるっていう有名な言葉。わかんない。絶対習ってますよ。本当、教科書に載ってる。あるある。いざ鎌倉、もうあれですね、教科書のこの上のなんていうんですか、こう目次みたいな、なんていうの、込み出し何ありましたよね。いざ鎌倉、何を載せてもそこに集まってくる。好きだったんですね、その鎌倉っていう街並みとか。だからやっぱり村とか町を発展させるのはその場所を好きになるっていうことですね。好きになって発信していくって。なるほど、確かに、なるほどね。で、その鎌倉のこの海、そんなに綺麗じゃなかったんですよ。でも海を綺麗にするためには何をしたかっていうのがあるんです。何したんですか。普通ビーチクリーニングですよね。そうだよね、普通。今私もゴミゼロ運動とかそういうのを考えてたんだけど、山をきれいにしたんですよ。あ、山に木々を植える、はいはいはい、伐採する、うん、それから山のもので農薬とか何とか使ってるのを全部有機栽培にしてる。へえ。山ってこう雨が降った時に水を蓄えるでしょ、うん、そうだよね。その水がだん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 落ちていって海に流れていくでしょ、海がきれいになる。っていうので何十年かけてそれをやった成果。すごい、すごい視野が広い。すごいですね、先を見て、地道に。でもこの目の前の海じゃなくて、人たちが子や孫にそういった町を残しておきたい。いい話ですね。素晴らしい。鎌倉ってやっぱりなんかね、歴史の中で絶対出てくる場所だし、今もなんかこう観光客の人から、なんていうのか、注目されてる場所。そうリピーター度がね、京都に次いでダントツでした。なるほど。やっぱ沖縄っていうと夏なイメージ、だから夏に集中するんだけど、あそこは冬とかそういう秋にも見頃があるってことなんでしょうね。きっと年間通じてあるから沖縄よりも多いんですよ。そうよね。なんかぜひ行ってみたいな、鎌倉。行きたいな、ね、行きたいな。何県にある。神奈川県。神奈川県か。はい、わかりました。はい、まあ、そんなこともありまして。鎌倉語りましたけど。はい、鎌倉ね。いざ鎌倉。皆さんね。いざ鎌倉。サザンも鎌倉じゃないですか。あ、そうなんですね。あ、ぜひ皆さんも、いざ鎌倉。はい、ということで、行きたい。あの曲かけていいですか。いいですよ。あの鎌倉って、あの腹棒の歌。フォーあるんですか。ありますよ。もう流れるんですか。フォーって誰も言ってませんよ。フォーって言いましたよ。私言った、本当。何もう今流れ、いやもうあのちょっと喋ってちょっと喋って、はい、じゃあですね、はい、最近テレビで見た、はい、情報で、まあ見たこの文字聞いたことあるけど意味がよくわからないっていうのがあったんですよ、それが、
濃縮還元。あよく 100% ジュースに濃縮還元ってありますよね。ああなんじゃこりゃって思いません、はいはい、でも果汁 100% でも濃縮還元ってありますよね。あ水どうのこうのじゃないんですか。お、わかります。はい。あ、じゃあちょっと濃縮還元は 100% じゃない、はい、だからこの 100% オレンジを 100% オレンジジュースって書いてるものでも濃縮還元って書かれてるやつは水と混ぜてのなんか薄めたものでなんか 100% なんですよね。うーん、あ違う、ちょっと違うかな。濃縮還元って書かれてるのはでもなんでじゃあ果汁 100% って書かれてるんですか。果汁はあ、他は混ぜてはいないけど、うん、他の液体は混ざって、うん、つまり 100% ではないと。なんか比率だ、水と。じゃあ何ですか、果汁 100% って書かれてるの。え、水とオレンジしか使ってないの分量。ちょっと近いけどちょっと違う。じゃあそれは 100% じゃないってこと。あ、 100% 100%、 100%もう他のもの入れてないで、砂糖とかなんか。水入れてるじゃないですか。水は、ね、水入れたら 100% じゃない。酸っぱいじゃないですか。濃縮還元ってなんだっけ。果汁つぶつぶが入ってないとか。ブおでもちょっと一応南さん近いではあるんだよね、うん、っていうのは、うん、まあこの前テレビでやっていたんですけど、はい、濃縮還元は、うん、私も知らなかったんだけど、うん、知らないです。まず例えばオレンジ、うんうん、オレンジ国内よりもやっぱ国外の方が安くで、ね、うん、手に入りますよね、うん、ということで例えばブラジルというか、うん、ブラジル産のオレンジってありますけど、うん、そこで一回オレンジを絞ります、うん、ギュッと絞ったらまず果汁 100% のオレンジジュースができました、うん、ただこの液体をそのまま輸入しちゃうとコストがかかりますよね、うん、かかるね、かかりますよね、かかる。なのでそれを何時間か何日か何時間かかけて水分を蒸発させるんですよ、うん、そうするともうなんかドロッドロのなんかジャムみたいな雰囲気の液体ができます、うん、でそうすることによって7分の1までこう溶体、うん、こう面積っていうんですかが抑えることができます。なるほど。そうそうそう。でこの原液を持って、はあ、日本に入ってきました、うんうん、そして7分の1水分飛ばしたんだから、うん、7分7になるまで水を足す、うん、あ、そんなに工夫してんの。そう、そしたら最初の水分飛ばした分を水入れるわけだから、うん、結局 100% の元のオレンジの濃度になりますよね。っていうのが濃縮還元らしいんですよ。なるほど、面白いですよね。だからその考えって言うと、まあ、カップラーメンと似てるのかなって。揚げるときに、うん、この麺を揚げるときに水分飛ばすじゃないですか。あ、それでカラカラになる。もうオレンジジュースもカラカラになる、うん、水分がないから。でも食べるとき、うん、飲む前にお水を足す、うん、その麺に水分を入れることによって、うん、その麺の元通り感が出るじゃないですか、うん、それと同じ感じの、あ、ジュースもその元の水分を上げることによって 100% になる、うん、そうか、なるほどね。そうなんですよ。濃縮還元、私も初めて知ってびっくりしたんですよね。うん、もっとなんかね、私もこう何か、まあ雰囲気は分かるんだけど、もっとなんか絞ってるみたいな。そう、絞ってる感じなのかな。本当に 100% みたいな。じゃあ普通に果汁 100% は、まあもう果汁 100%、 果汁100%、ただ濃縮還元って書かれてると、まあそういうことになるわけです。あ、うーん、面白いよね。なるほどね。しかもカップラーメンとつながるっていうのが面白い、うんうん、まあ今つなげたの私勝手なんだけどね。まあそういう感じなんだろうなって見ながら思ってて、似てますよねっていう、うん、そう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 、まあ、元通りにするみたいなね、うん、水分を飛ばしてあげた分水分を戻してあげるだけっていうだけの、あ、流れなんで。でも 100% ではないってことか。か知らないかな。でも 100% って書かれます。書かれる。濃縮還元 100% って書かれる。そうか、濃縮還元を入れないといけない。そうそうそう、入れなきゃいけないんだ。はでしょうね、きっと。うん、っていうのと、うん、あともう一つ、うん、昔よく、うん、コーラとか、うん、こう炭酸水を飲むと、うんうん、骨が溶ける、うん、あ、言われた、言われましたよね。言われた、はい、それは嘘か本当か。
本当じゃないの？溶けない。溶けない。なんかあのシュワシュワ感。うん、溶けない。あ、そっか、でもあのシュワシュワで溶けるか。溶ける。溶ける。コーラだったら溶けるって聞いたって言われてた気がする。あ、なんかもうコーラは体が悪いんだよみたいな。体に悪いよみたいな。溶けないけど何かの蓄積みたいな。蓄積して炭酸で溶けない。炭酸水で溶けない。正解は溶けないんです。ああ、安心安心。ね、そうそうそう。あの炭酸水が出た時にやっぱり子供たちがすごく飲んだらしいんですよ。でその時にやっぱり ね子供たちにあまり飲まさないようにするために出回った嘘なんだけど、これ結構昔の話らしくて、でも私たちのね、子供の時代にもそう言われてたじゃないですか、うん、それぐらい受け継がれていく、うん、あデマって怖いな、怖いですよね、怖い、思いましたけどね、最近、はい、なんか子供たちもなんか肥満が多くなってきてるっていうので、うん、そのドリンクの中にね、はい、中にゼロカロリーってあるでしょ、はい、あのゼロカロリーではないらしいでしょ、うん、そうですよ、そうなんです、うまくパッケージの中に、うん、で飲みやすくするためにやっぱり炭酸も、うん、炭酸水だけでは飲めないけど、うん、それに甘味料を入れることでついつい飲んでしまう、うん、そうなのよね、であの炭酸は、あの効果って言ってましたね、あの麻薬と同じような依存効果、飲みたい飲みたいって、ああ、やっぱりね、普段の生活にないものだから、うん、つい刺激を求めるし、麻薬効果依存症、でも実際炭酸って体にいいんですか？炭酸はいいですよ、炭酸水は、でもそこに甘みのが入ってくるために、うん、でも、ね、最近あの自分でできる炭酸水とか、うん、ありますね、ほどほどらしいですね、ほどほど、あ、がっつり炭酸が入れない、うんうん、あのこう常時これをグイ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 飲むんじゃなくて、やっぱり、うん、コーヒーと同じように、うん、その1日2杯3杯っていうのをやってると、うん、体 の抗酸化酸化物っていう古い物質が、うん、こう解消できるけど、何回もこう飲んでくるとやっぱり体のバランスを崩してしまうっていう、あ、なんか炭酸に入ってるのって普通に飲む飲み物よりも甘くされてるじゃないですか、うんうん、炭酸が抜けるとコーラがすっごい甘かったりしますよね、そういうので多分糖分取りすぎるっていうことで体が悪い、体にあまり良くないっていうのはあるのかもしれないんですけど、うん、炭酸水だけのはうまいですよ、うん、あ、私炭酸飲めないからちょっとわからないんですけど、炭酸も美味しいですね、甘くないです、あ、そうなんだ、ちょっとレモン風味とかが私好きですね、うん、がっつり炭酸よりは、そう、なんかさっきチャーリーさんが言っていた例えば子どもの 100% ジュースあるじゃないですか、うん、あれに、まあ、ゼロカロリーって書いてあるのがあるんですけど、うん、そこを見るのに一番いいのは、うん、脂質、うん、油って書いてある脂質が 0.4g とか入っているんですよ、うん、それを見るのが一番いいと、うん、あの健康なんかそうですね、うん、健康師、うん、食育師が言ってたんですけど、人間のなんかね、うん、目に視覚に訴えてるみたいですね、これも依存で、うん、ゼロだったら大丈夫だ、そうね、あ、そうなのよ、だからついつい何杯もいってしまう、うんうん、怖い怖い怖いものですよね、うん、まあそんな感じでありました、でもほどほどだと思うんですよ、はい、全てが悪いんじゃなくて、まあね、そうそうそう、ほどほどある量だと思うんですね、そうなんです、では、はい、鎌倉物語いいですか、はい、はい、サザンオールスターズ腹棒で鎌倉物語、なんか今日皆さん知り合いなのかしらすごいくつろいでいるね、聞いたことないですかこれ、聞こえないんだけど ないかも、分かんない、え、これサザン、誰、サザンオールスターズ、サザンの腹棒、腹棒、女の人、だからね、なんで女の人、キーボードの人、女の人、え、女性が歌ってるよ、そう、キーボードやってる人、あ、そうなんだ、ちなみに奥さんって知ってた、奥さんなんだ、桑田佳祐さんの、うん、知らなかった、桑田佳祐、そうなんだ、桑田佳祐が自分の娘が自分の歌を歌っていた時に、うん、
その自分の歌のことを夏メロって言ったんだって。ほう。めっちゃショックだったって。俺の歌夏メロなんだ。かわいいね。さりげなく言った言葉にショック受けて。ニューミュージックさ、自分たちの、ね、っていうのが夏メロって言ったらなんか演歌っぽいみたいなイメージが。あー、歌謡曲とかあったらでも夏メロ、うん、原さんが歌ってるやつで、うん、なんだっけな、めっちゃ好きな歌があるんですよ。ハート切なく、タタタタン、水に流そうよ、わかります？なんだっけな、よく聞いてたのに。この人結構歌ってますか？でも歌ってる。ハート切なくではない。これ聞きながら鎌倉歩いたら、うん、最高。本当？初めて聞いたけど。花咲く。自分さ、うん、めっちゃあの東京に引率行った時に子供、うん、別の先生に預けて、うん、鎌倉行ったもん。そんなに鎌倉に行きたかったんですか？うん、東京の後楽園で試合があってたんだけど、うん、それ終わってその時の8時に帰る、あ、9時の便だったかな、ごめんって言って、うん、着く。ちょっとお金高くてタクシーで駅まで行って、どれぐらいで行けるの？東京から2時間ぐらい。うん、タクシーで時間半、横浜より遠いですよね、うん、タクシーで。いや、電車も乗り継いで1時間半で行ける。うん、とにかくなんか有名の世界いいよ、うん、でも行ってみたいと思った、今話聞いて。うん、街が、うん、やっぱり他の他府県とちょっと違う独特のものがある。うん、昔さながらの風景があるの。そう、なんか、うん、京都とはまた違う独特のものがある。まあでもね、地域が違うから昔のね、このあれも違うと思う。昭和が残ってる。昭和、行ってみたい。江ノ電が走って、江ノ電が可愛いわけ。なんかちっちゃいの、うん、なんか出てくる場所が可愛いわけ。へえ。普通はあの電車が割れに行く、なんか我が物側に通ってさ、うん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 、遠慮するわけ。ああみたいな。遅いの？ゆっくりなの？え、ゆっくり。へえ。うーん、そうなったらちょっと見たいなっていうのはあるよね。ありますよね。うん、サザンオールスターズ、こんな感じ。鎌倉物語、いい曲だな。こんな感じ。そう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 、江ノ電、江ノ電、これが江ノ電だって。この緑ですよ。あ、緑なのは見たことある。江ノ電、江ノ電、すごい、これいい風景。緑は見たことあるぞ。乗ってくる人たちがまたどんな、もう江ノ電って感じですよ。へえ。いいね、街並み鎌倉。いいね、名前いいですよね。うん、なんか雰囲気が。愛媛県にもなんかそんな感じのありましたよ。街中を走る電車みたいな。伊予電かな。伊予電だったかな。なんか最近沖縄もね、あのもう電車をっていういろいろ話もあるじゃないですかね。うん、どうなんだろうね。うん、なんか海があるからみたいな感じ。時間はかかると思うんですよ。うん、まあね、すぐにはできないとは思うんだけど。うん、でもあの前さっき言ったね、あのローマ帝国が道を整備したじゃないですか。うん、で、その道の次に必要だって言ったのは何だと思います？人間に必要なの。水。あ、そう、水。うん、うーんと思って、これ前オスマンサンコンさんっていう、懐かしい名前、サンコン、サンコン、ザイールかどっか の大使。あ、今流れてるの？え、流れてません。いや、今マイク上がってますよね。上がってますよ。あ、全然今あの雑談と思ってた。あ、違いますよ。私も雑談と思ってた。いや、普通ですよ。普通にだから食べて、ね、普通に話しながら、伊予伝とか。何余裕でこう店に何回してるかな。え、めっちゃ雑談だと思ってた。いやいや、普通の ING 上がってたから。チャーリーさんのマイクが、私たち2人のマイク上がってなかったんですよ。あ、いや、ちょっとちっちゃいなと思ってでしょ。あ、ちっちゃいなと思ってたんだ。だからこっち目いっぱい上げたんだな。
まあそういうことあのさっきねローマの話してたんですけど、はいはい、次に大切なのは水ですよね、うん、でオスマン・サンコンさんのお話を聞くのがあってね話っていうかテレビ番組で、うん、でサンコンさん久しぶりですねって話してうん、そうだな久しぶりだなみたいな感じで全然似てないけど、うん、なんかそんなっぽいだっただったみたいな話したら今そのサンコンさんのいるところで必要なものを、うん、特に3つあげるとしたら何ですかって言ったら、水、うん、水大切ですよね、うん、でその次はってエデュケーション教育、うん、まあ今子供たちにその貧富の差がありすぎて、うん、すぐ若いけどもういろんなも働いてその、うん、広がっていかないと、うん、特に女子女の子はもうすぐあのもう二十歳になる前に結婚して子供を産んで、うん、っていう部分でもう社会に開いていかないと、はい、だから教育が必要、うん、じゃああと一つ三つ目は何ですか、水、また相当大事にしてる水をねでさっき言った水の最初に言った水は生活用としての水なんだって、うん、もう一つのものは潤いがないんだって、はあ、人にはあ心の、うん、へえ深い、うん、これなんか本当にでなんで最初に心の潤いよりも水をあげたかって言ったら、うん、水を汲みに行くのに1時間半かかって1時間半で戻ってくるでしょ、うん、時間をそれに費やしていくんだってだからなんか進まないんだってあ日本みたいに、まあ、ひねってうんぬんっていうどころではないんだってうんだから、まあ、一番最初にその水っていうのが大切なんだって話をしててそしたらまた違う人がねその話の中に乗ってきて、うん、あそういえば水があるところにこう国家ってできてますよね国家国家国うん、はい、例えばナイル文明とかあメソポタミアもあの習ったでしょうん、チグリス川、ユーリス川やったね懐かしい、ガンジス川ねインドはあったインダス川でしょインダスでユーフラテス川あったギリシャとかチグリス川ミシシッピナイルミシシッピはアメリカだよ全然分かってない全然分かんないところがね一つの国だけがその川がないところに、うん、とか水がないところにできた国家があるんだってえでそれ発展したんだへえどこだろうマヤ文明おマヤはあそっか水も何もないところにこう作られた国家なんだあその天文学であるとかあれ見たことありますかマヤ の, あの太陽暦、うんうん、あるあるあの何千年前のもの の, あの太陽暦が現在と比べると4秒しか変わらないそうですよ、うん、すごいそう正確なんだすごい時計ですよすごいねへえあのほら年に1回現れるっていう竜のなんか、うん、こう階段に光の加減によって竜がこう降りてくるような、うん、竜って言ってもあの竜じゃないかな、うん、先輩じゃない違うんだ竜が降りてくる、うん、そのエグズラがあるわけ顔が石仏があるんですよ顔の、うんうん、でまっすぐの階段があってそこに影でこの鱗ができてくるっていう有名な、うんうんうん、へあれも何千年前の人たちがすごいね、はい、見に行きたいすごいですよね行きたいね行きたい海外ねマヤ行きたいな、ね、行きたいなどこ行きたい今一番今日話をして僕は南極ですねあ南極は行きたいですねうーんオーロラみたいですねあ私はドイツ行きたいですね。ああ、ベルリン。ベルリンというか、ドイツのね、こう歴史残ってるじゃないですか。魔女が本当にいたのかとかね。ああ、魔女っぽい。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 魔女が気になるのか。そう、私前世魔女じゃ、魔女魔女じゃ。魔女狩りでやられて魔女じゃないかな。大切だから噛まないで。魔女キャリーみたいなね。魔女狩りされてないかなみたいなね。ぽい。なんかね、そう、魔女っていたのかなって思ってへえ、なんか魔女に焦点当てたことがなかったなんか、うん、そうそうそう高校の時にそういうものを調べたことがあってあれ魔女の筆頭じゃないですかジャンヌ・ダルクあへえ、うん、あーなんか近いものがあるかもジャンヌ・ダルクドイツねすごい、うん、ミラ・ジョラビッチのジャンヌ見た方がいいですよ見てみましょう、はい、かわいそうですよ
みんなからヒーローヒロインと崇められて最後は魔女になってしまう。うーん、私はセントマーチンと、あのどこ飛行なんかやっけ、カリブ海だっけ。そうそう、カリブ海、カリブ海のとこにある飛行機が、この飛行機と砂浜がめっちゃ近い、もう着陸あったね、あるね、着陸でも砂浜がわーってなる。わざとなんでしょあれ。あ、そうなの。なんかその街中にこう、ね、街中にあるから、わざとっていうかもうしょうがないことなんでしょ。そうそうそう、すごいよね。あんな近くで飛行機見たら鼻血出る。鼻血出る。鼻でもあれはみんな見ても鼻血出るよね。どんだけ叫んでももうかき消されるみたいな。本当よね、うん。私そこまで飛行機ね好きではない方なんだけど、多分鼻血出るよ。そこら辺で見たら。見たいくなるよね。あ、見てみたいではある。大接近。見たい。見てみたいと思う。ぜひあの下で見たいな。さあもうね、そろそろ時間になってきましたけれども、はい。はい、魔女いいね、魔女ね、魔女ね。ルローニの話もしたかった。あ、見たんだよね。うん、なんかね、ワンツースリーみたいな。あ、ワンだけ。だからツーも見ていいって言ったのに。僕ワンは良かったですよ。そうですか。私全部良かったよ。あ、今スリーまで出ている。スリーまで出て、ぜひ見てください。DVD で。はい。どうですか。まあ楽しかったかなって感じ。このテンションダメだな。じゃあなんかもうすごい盛り上がってたから。なんかなんとかでござるみたいな、ルローニはみたいな感じで言うから、なんかこういうなんていう生き生きしたルローニ剣心なのかなと思ったら、うん、結構ガチでしょ。なんかルローニでござるじゃないよ。ルローニでござるじゃないよね。なんかちょっと控えめなルローニみたいな。そうそうそう、控えめなところがいいんです。いや全然控えめな感じが2人の話からは全然感じなかった。待って、もうその話は来週に持ちましょうさあ、まあ、ぜひあの来週までに2見て。2、あのね、切ない拙者はまた流浪に流れるでござる。あー、でもそんな感じだった。2、3連続で見るやつ、ぜひ見て、ぜひ見てください、皆さんも。はい、それではエンディング、小手さん待ちましょう。さあ、お届けしましたセレンディピティ507、1時間お楽しみいただけましたでしょうか。お別れです。パーソナリティはチャリウー、小沢かな、山田みなみでお送りしました。この番組は島のクオリティライフを作るオリジナルプリントウェアのまとエンタープライズ、ユニフォームを通して快適な価値ある商品を創造、地域社会に貢献する日清商会各社でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。ルローに見てよ、バイバイ、バイバイ。ギリギリ、よし、ギリギリ入った、うん、おお、もう多分切れてるよね。あ、次で切れるね。あ、オッケー。もうジャンヌダルクめちゃくちゃかわいそうでしたよ。ちょっと見てみよう。ジャンヌダルクか。あれ本当に利用されたと思うんですよ。そうなの？うん、でもあれ助ける術はあったんですよ。うん。助けようとされてたんですよ。うん、でもその交渉に乗ったらなんかダメじゃんみたいな。ちょっと待って、見たことないから。ああ、とっても。まだ見たことないから。ああ、でも見たことあるような。ジャンヌダルク。ちょっと残酷なシーンもたくさんありますよ。結構。確かにルローニの最後は良かったかも、ストーリー的に。良かったでしょ。うん、なんか自分は切らないけど、そう。切らないと人を救えないみたいな。そう。で、昔のあの切った過去を。すごいそこで悲しんでる感じとかでしょ。僕かっこいい。それはよかったね。かっこいい。佐藤健ね、めっちゃ似合う。かっこいいね。あれはさ、もうマッチしてると思うよ。で、あの意地悪なあのメガネの昭和明治の あのおっちゃんはもうあの人役柄似合ってる。昔とはね、みんな合ってるよね。合ってるよ。本当にみんな合ってるね。半沢のあいつだよな。ああ、そうそう。うまい。人悪役、うん、悪役できる人すごいなと思った。うまい。意地悪な役ね。あのほらルローが切った侍がいたさ、うんうん、結婚前の、うん、あの奥さん、うん、あれ後ろもう最高、ね、顔見せないところが良かった。見たい顔見せないか、あった何があっちゃうんですよ。ああだな、もうねルローには全てにおいて完璧ですよ本当に。へえ、じゃあ次見よう。次作ってほしいね、またね、ルローに作ってほしい。あれさ、アニメすごい作ってほしいな。楽しいから、漫画もすごい楽しい。じゃあ自分もみんな足してるよって言うけど、みんななんか
漫画、うん、漫画だったら知ってるが多いかも。なんか漫画を実写にした時に大体なんかああってなってるから、あ、そうなるよね。だからドラゴンボールとかそうだったもん。そうそうそう、とかゲゲゲの鬼太郎とかも、ああ、メンツのあったあった。どう、本当にルローニは福山じゃない、これ福山、うん、ルローニは正解だね。ルローニは本当にさ上手、本当に色も良かったな。最高。ただ青い、青いじゃない、あ、竹井絵美、うん、演技あんましだったな。嘘、でもね、あんな感じなんだよ多分、うん、あんな感じだけど、違う違う、好きなんだけど、うん、じゃあカオルがあんな感じなんだよ多分、周りが上手すぎて、うん、幼く見えるとか、非現実的、あ、現実的になってるって感じ。周りが上手かった、青い優とか上手かったな。あ、うち上手い。でも青い優の役はやりやすそうじゃない、口数少ないし、うん、好きなんだけど、だけだけど謙信みたいな、そう。でも一番合ってはいるなと、うん、あの漫画見ててもあ、やっぱ竹井絵美かなっていうのはあるよ、うん、あれに変わる、うーん、あの3に出てくる、うん、女の子、あー、いるね、ちっちゃい子、あれの、あいつのあれでしょ、刺される、うん、そう、そう、青し、青し様の、あ、青しじゃなくて、あの、あ、あれだった、あれ誰あいつ3に出てくる、あの、ひ、あの、あれ青しの、あの、うん、あれじゃない、あれ、京都の、京都の藤巻じゃない、あ、なんとか達也、あ、藤原達也と一緒にいる、あ、ね、あ、いたね、うまい、グシってやってね、私はあなたのお役に立てたでしょうかってやつね、うまい、はあ、よく覚えてる、うまいあれ、なんか悪役の女だったけど、あの女か、でもあれも良かったよね、そのそいつ誰だったっけ、鬼丸じゃない、はらけられるやつだよな、うまいと思った、藤井達也、名前なんだっけ、役柄、うん、あれでしょ、あれだよ、上手よね、上手で、漫画でも見たんだけど本当にあのまんまだった、へえ。竹井絵美好きなんだけどちょっと違う、うん、じゃ、ま、本当にみんな上手いよね、あれね、上手よね、上手、惹かれるよね、あのアニメは。